大学進学です。あ、そうなんですね。なんかこんなになんか離れちゃうの初めて。あ、もうなんかいないんだと思って、なんか想像した涙が出てきて、その涙なんか、ね、東京の大学へ進学する息子を見送りに来たお母さん、息子の身に願うのはただ一つ、やっぱりちゃんとなんかこう健康に気をつけてっていうことだけですかね。なんかコロナも心配ですから東京に行きます就職で会えない、会えない、なんか生で会えないのが一番辛い。連絡はできるけど、今日は娘を見送りですね。今日から沖縄へ移住になりました。結婚です。ありがとうございます。これまで31年間一度も離れて暮らしたことがない3人家族、娘の新たな門出が嬉しくもあり寂しくもあります。あ、ちょっとやだ。やっぱり娘の、ね、人生ですから、任せます。ご結婚のお相手は高校時代の同級生です。去年久しぶりに再会して、あることがきっかけで交際がスタートしました。私が去年病気をして顔面麻痺になっちゃって、結婚式でその時にたまたま隣に行って、ちょっと様子がおかしかったんですけど、もう動かなくなった時にちょうど横にいたっていうか、それがきっかけです。交際が始まって献身的なお支えのおかげで症状は徐々に改善してきました。この春、二人の新たな生活が沖縄でスタートします。しばらくしたら込み上げてくると思います。二人で頑張ります。東京に住むのが憧れで、友達とか先輩がこんな言ってくれて、あの、夢があるなら叶えた方がいいよって言われて、20代だし行っておいでって言ってもらって、はい。どこか離れる？あ、離れます。はい、どちらに？あ、沖縄の方に。はい。転勤で。はい。緊張します。ここから羽田からアトランタからノースカロライナ、新しいの仕事をあります。農業、家族の寮、そう、おじいさんはリタイア。アメリカに帰国し新たな道に進むのは、福岡県内の高校で英語を教えていたという男性です。教え子や職場の同僚が見送りに来てくれました。ちょっと変わってて、部活の指導とか、あとはなんか休日一緒に遊んだりとか、なんかいろんなこう面で生徒と関わってくれて、あと野球とか、なんかラグビー、あのいろんな子になんかこう筋トレ教えて、ダンスもできる。あともうちょっと延長したいとは言ってたんですけど、ちょっと残念ながら、はい、ダメだっていうことで。Matanabe told, I love you, Tony. How's it going? Can you take a picture? 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 Can
仕事、将来の仕事でも演奏をする人か教える人になる。将来もサックスに関わる仕事に就けるよう音大進学を決断しました。しかしコロナ禍で不安もあるといいます。演奏会とかもできなくなってるから、その練習しても発揮できる場所がないのかなって思います。まだ思い出話に花が咲き、時間が経つのも忘れます。しかし別れの瞬間、自分の中でこらえていたものが、ピアセンです。